文化財。文化財は、本校では3について詳述する。日本の文化財保護法、第2条第1項は、文化財について、次のように規定している。なお、以下の文中の、我が国は、日本国を指す。すなわち、歴史上、芸術上、学術上、鑑賞上等の観点から、価値の高い有形文化財、無形文化財、民族文化財。 記念物、文化的景観、伝統的建造物群の6種類が指定等の有無に関わらず文化財に該当する。文部科学大臣は文化財のうち重要なものを指定、認定、選定、登録、選択し、保護のもとに置くことができる。ただし指定等及びその解除にあたっては、文部科学大臣はあらかじめ文化審議会に諮問しなければならない。 文化財保護法第153条。有形文化財は、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、転籍、古文書その他の有形の文化的書産、これらと一体を成してその価値を形成している土地、工作物などを含む場合があるおよび、古史、歴史資料を指すと定義されている。文部科学大臣は、有形文化財のうち特に重要と判断されるものを、 重要文化財に指定することができる第27条第1項。さらに、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、類ない国民の宝たるものを国宝に指定することができる第27条第2項。1996年、平成8年の文化財保護法改正により、国、または地方公共団体の指定を受けていない。 有形文化財のうち保存と活用が特に必要なものを登録有形文化財に登録する制度が創設された第7条。登録の対象は当初は建造物に限定されていたが2004年平成16年の法改正でそれ以外の有形文化財にも適用範囲が拡大された。無形文化財は演劇、音楽、 工芸技術その他の無形の文化的所産であると定義されている。文部科学大臣は、無形文化財のうち特に重要と判断されるものを、重要無形文化財に指定することができる第71条第1項。重要無形文化財の指定にあたっては、当該重要無形文化財の保持者、または保持団体を認定しなければならない。第71条第2項。 保持者の認定には、個人を各個別に認定する、括弧認定と、保持者の団体の構成員を一体として認定する、総合認定がある。括弧認定を受けている保持者は、人間国宝と通称される。文化庁長官は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その記録を作成し、保存し、または公開するための措置を講ずるべきものを、 記録作成等の措置を講ずべき無形文化財として選択する子ができる第77条。これを選択無形文化財と通称する。民族文化財は衣植住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗監修、民族芸能、民族技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件であると定義されている。 文部科学大臣は、有形の民族文化財のうち、特に重要なものを重要有形民族文化財に指定することができる、第78条第1項。2004年、平成16年の文化財保護法改正により、国、または地方公共団体の指定を受けていない有形の民族文化財のうち保存と活用が特に必要なものを、登録有形民族文化財に登録できることに、 なった、第90条第1項。最初の登録物件は、若さ目のおだまま用具、勝沼のぶどう栽培用具及びぶどう酒醸造用具、運州ソロ版の製作用具の3件で、2006年、平成18年3月15日に、官報告示された。また、文部科学大臣は、風俗監修、民族芸能、民族技術などの無形の民族文化財のうち特に、 重要なものを重要無形民族文化財に指定することができる第78条第1項。また、文化庁長官は重要無形民族文化財以外の無形の民族、文化財のうち、その記録を作成し、保存し、または公開するための措置を講ずるものを、記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財として選択することができる第91条。これを、 選択向け民族文化財と通称する。貝塚、古墳、都の城跡、城跡、旧宅などの遺跡、庭園、橋梁、峡谷、峡谷峡谷海浜、山岳などの名勝地、動物、植物、地質鉱物などの自然の産物は記念物と総称されている。文部科学大臣は記念物のうち重要なものを、史跡、名勝、 天然記念物に指定することができる第109条第1項。さらに、その中でも特に重要なものを特別史跡、特別名称、特別天然記念物に指定し、重点的な保護のもとに置くことができる第109条第2項。2004年、平成16年の文化財保護法改正により、国、または地方公共団体の指定を受けていない記念物のうち、 保存と活用が特に必要なものを登録記念物に登録できることになった第132条第1。最初の登録物件は、函館公園、北海道函館市、再度公園及び再度山永久植生保存地、神戸市、相良園、神戸市の3県で、2006年、平成18年1月26日に、官報告示された。文化的景観は、 地域における人々の生活、または制御、及び当該地域の風土により形成された景観地と定義されている。2004年、平成16年の文化財保護法改正により創設された文化財のジャンであり、日本の原風景などと呼ばれるような棚田や里山などの景観がこれに該当する。文化庁は文化的景観の保存、活用事業を実施しており、 文化庁の文化的景観の保存、整備に関する内委員会が第三次調査で180の重要地域を選定した。文部科学大臣は景観地区などとして都道府県または市町村が保存措置を講じている文化的景観の中から特に重要なものを重要文化的景観とて選定することができる第134条第1項。 重要文化的景観選定の第1号は、滋賀県大見八幡市の大見八幡の水橋で2006年、平成18年1月26日に、官報告示された。伝統的建造物群は、周囲の環境と一体を成して、歴史的風地を形成している、伝統的な建造物群と定義されている。宿場町、城下町などの町並み、集落がこれに該当する。 重要文化財等とは異なり、まず市町村が都市計画、または条例により、歴史的な集落や街並みの保存を図ることを目的として、伝統的建造物群保存地区を定め、第143条第一項、それらの伝統的建造物群保存地区の中から、特に価値が高いものを、文部科学大臣が重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる、 第144条第1項。埋蔵文化財は他の文化財とは異なり土地に埋蔵されている状態にある文化財である。埋蔵文化財の発掘調査を行う場合は事前に文化庁長官へ届け出なければならない。第92条第1項。埋蔵文化財を放送する土地は遺跡地図等により周知が図られている。第95条。こうした 周知の埋蔵文化財放蔵地において土木工事を行う場合も同様に文化庁長官へ届け出なければならない第3条第1項。市中から発見された埋蔵物が文化財と認められるときは警察署長は都道府県教育委員会へ物件を提出し都道府県教育委員会は物件が文化財であるかどうかを監査する第102条。 文化財の保存のために書くことのできない材料制作、修理、修復などの伝統的な技術は文化財には該当しないが文化財保護法による保護の対象となっている。文部科学大臣は選定保存技術を選定し第147条第1項、その技術の保持者、または保持団体を認定する第147条第2項。 文化財の所有者は、個人、財団法人、地方公共団体、都道府県、市区町村、国など多岐にわたるが、文化財の所有者及び関係者は、文化財を公共のために大切に保存するとともに、できるだけ、これを公開すると、その文化的活用に努めなければ、ならない。重要文化財の場合を例にとれば、重要文化財の所有者は、 文部科学省令及び文化庁長官の指示に従って当該重要文化財を下しなければならず、第31条、所有者が判明しない場合または所有者もしくは管理責任者による管理が著しく困難さは不適当であると明らかに認められる場合には文化庁長官は地方公共団体などを管理団体に指定し、所有者に代わって 管理に当たらせることができる第31条の2重要文化財の現状変更には文化庁長官の許可が必要である第43条重要文化財の輸出は原則として禁止されている第44条また文化庁長官は重要文化財の公開を勧告することができる第51条一方で重要文化財の管理または 修理につきた額の経費を要する場合は、所有者または管理団体には補助金が交付される。35条。有形文化財のうち、登録有形文化財に関する規定は、重要文化財に関するものに比べて緩やかなものとなっており、例えば現状変更は、届出制となっている。第64条第1項。文化財保護法第182条。 第2項は次の通り規定している。この規定に基づき、地方公共団体、都道府県、区市町村の多くがそれぞれ文化財保護条例等の名称の条例を制定し、国指定等の文化財以外の重要な文化財について教育委員会が指定等を行い保護を図っている。ただし、地方公共団体指定等の文化財が国の指定等を受けた場合は、 当該地方公共団体による指定等は解除される。地方公共団体の制度は、むね国の制度に準じたものであるが、それぞれの実情に応じて、下記の例のように個々の特色を持った制度が定められている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。